はい、しげちゃんです。30、31とかですね。ああ、OK。よっしゃ。では、午後の部やってみましょう。相変わらず念仏台とかはすごいですね。手前はね。残りますね。なんでこれ念仏台が出ていかないですよね。手前にワンスがいるだけで下がってるな。よし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 、乗った。よし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 。ああ、照明しながらね。はい、やっぱりコッパーでした。触った、あそこから。うーん、これ以上は待てないぞ。そう、もう来て、もう来て。よしよしよし、これはまあまあサイズアップした。でかいっすね。あ、寝に入った。入られた、入られた。出てこい。出てこいよ。よいしょ。ダメだね、諦めよう。いや、悔しすぎる。せっかく来たあたりをバラしてるようではダメですね。なんで残るんだこれ。
バレるなよ。バレるな。よし、これはいけるっしょ。これはいける。よっしゃ、よっしゃー。うん、二ヒロですね。ああ、ありそうですね。さっきのには叶えですけど、とりあえず両肩来ました。ありがとうございます。何だこれ。あら、高部だ。高部、高部がいた。高部いましたよ。高部いました。高部が。よしよしよし、食ってた、食ってたわ。やばい、そこ行くな。ああ、切れた、切れた。仕掛け回収しようと思ったら食ってた。うん、当たりかな。さばきでよっしゃ。なんだこれ、あれ、何これ。ああ、メジナガイでしょ。ほら、ちょっとサイズが小さくなりましたけど、ですね、このサイズも結構いる。あ、浅いんすか。浅い。岩の上ですからね。ああ、まあ、でっかいのもやる気があればある程度沖まで出るでしょうけどね。やっぱり基本的にはやっぱり際にいますよね。ラストスパート行きましょう。よいしょ。仕掛けを変えました。針はグレバリの5号ですね。ハリス2号を2ヒロ取りました。誘導はなくして固定にします。浮きが0号と00号の間の浮力ですね。もうコマセも残り少ないんで、もう間もなく終了ですね。こう手前に沈み手泥がいくつかあってですね、ある程度サイズいいやつが来るとそのリスクはね、やっぱありますね。ここをやってると、まあしょうがないですけどね。棚浅い、結構棚浅くしますね。よし、ハリスを一広まで詰めました。ほら、餌はないんですよね。何が取ってるか分かんないですけどね。餌取りかも分かんないけど。おぉ、あ、30ありそうっすね。けど、30あるんじゃないですか。ない。ああ、そうでしょうね。僕も今一広なんですけど、餌取られますからね。
当たった当たった当たった。いけんじゃない？よし、乗った。ああ、伸びた。バレた。お、来た。あのサイズ多いな、足裏ぐらいが。最後こっちの木は狙って終わりにしましょう。グッと行け。ラストラスト。絶対バラしたくない。よし、メジナだ。うん、35ぐらい。そしてこれがちょうどラスト1頭だったんですよ。ちょうどラスト1頭で、そう、そこの際のとこです。そこの際。よっしゃー、来ました。35ぐらいありそうですね。よかった、これで終わりにします。38ありました。キワで？キワです。キワだ。もういいとか。教師っぽいね。あ、でかいね。でかい。やっぱ最後は釣るんだね。